今日はここまで12試合連続無敗の FC 東京を迎えてのセレッソ大阪対一戦、ここは水沼浩太のクロス、ブルーノ・メンデス、林が飛び込んでいきます。さらに水沼浩太、そしてデサバトが競り勝って丸橋のシュートでした。ここのセカンドボールの反応早かったですよね。早かったですね。梶さんが一つのキーに挙げていたセカンドボールへの対応の速さ、そして一方 FC 東京、この長井の抜け出しというのも序盤からありました。ランニングはね、本当にチームにとってまた流れを引き寄せるランニングになりますよね。そうですね、スピードさらに運動量ともにいい長井です。そしてこれが東のフリーキックでもありますが、まあ、ここからのですよ ねこれは松田から水沼浩太、 FC 東京のお株を奪うようなカウンター、そしてさらにサイドチェンジですよね。左右に振り回す清武、丸橋の低いボールですがなんとかクリアしたのが FC 東京。まあ、序盤からこれを意図していたセレッソでもあります。前半は0対0で折り返しました。まあ、この後半の始まり、プレッシャーをかけて高い位置から守備をしていた FC 東京ですが、後半始まってすぐの4分、ディエゴ・リベイラ強さを見せます。また最後に抜きながらパス出すんですけども、はい、まあ、この抜け出し、そうですね、相手よりも一歩早く抜け出せれるこのスピード、はい、でまあ、冷静さもありますけどね、まあ、最後永井選手は合わなかったですけども、はい、さらに後半の14分ですが、ここはブルーノ・メンデス、水沼浩太ね、奥野のヘッド、まあ、奥野選手はよく絡んでましたね今日は。そうですね、直後の FC 東京です。久保建英、これね、ためてためてどうするのかなと思ったら、ね、木玉から室谷、どよめき、そして東のヒール、選手から東選手のピンポイントですよね。まあ、ここ走り切れる室谷選手もすごいですね。そうですね、この久保との右サイド、しっかり相手にプレッシャーを与えています。最後東のヒールでしたが、さらに今度は後半33分です。松田からブルーノ・メンデス、まあ、中はね、本当にディフェンスは揃ってるんですけど、まあ、まあその前でタイミングよく触ったというこの点なんですけども、さすがこの辺はストライカーの嗅覚ですよね。そうですね。そして途中から入った田中アトムのパスに、ここは片山が来てシュート、まだフレッシュな状態で ね。さらに終了間際、これはビッグチャンスでした、FC 東京ディエゴ・オリベイラ、止めたのはキム・ジンヒョン、これはよく右足でよくセーブしましたね。そうですね。そしてこのまま1対0逃げ切ったのがセレッソ大阪です。 FC 東京に初めて土をつけた今シーズンの戦い、湧き上がるセレッソベンチです。